飲んじゃダメよ。これはタケノコいっぱいあるから、これを使って今日はジャージャーうどんを作るね。うどん、チュッパちゃん好きでしょ。なんか言ってよ、笑い。もう、うまそう。今回はタケノコをたっぷり使ったジャージャーうどんを作りました。肉味噌、大人はラー油を入れてちょっと辛みをプラスしてもいいと思います。食べるかなと思って作ってみました。今日はちょっと暑いもんね。うわ、汚いぞ。どう？麺つゆかけてみたけど、それなら食べれる？ほんと？顔が美味しいって感じの顔してる。テンション高いな。